漆気の板屏風に描かれた巻絵の菊巻絵巻絵は、漆気の表面に、漆で、絵や文様、文字などを描き、それが乾かないうちに金や銀などの金属粉を、巻くことで木面に定着させる技法、もしくはその技法を用いて作られた漆器のこと。金銀の薄板を定着させる、平分、または平脱や、漆器表面に溝を掘って、金銀箔を埋め込むンン、沈金。 夜光街、アワビ貝などを文様の形に切り、透かしたものを貼ったり埋め込んだりする螺鈿などとともに漆器の代表的加速技法の一つであり、特に日本で発展し汎用された日本の漆器における代表的な技法である薪絵という用語は平安時代に初めて登場した。薪絵は工程上の分類として大きく分けると平田薪絵、剣で薪絵、 高巻絵の三つの技法に分類される。これに研ぎ出し、巻絵と高巻絵を組み合わせた、肉鉱巻絵も含めた四つの技法が、代表的な巻絵の技法である。金属庫が小さい順に、小粉巻絵、平ら木薪絵、丸巻絵の三種類に大別される。粒子が細かい小粉巻絵は、作業が容易だが、粒子の接着性が弱く白っぽく光沢が少ない、発色で、 つやがない見た目になる。粒子が大きい丸巻絵は作業の難易度が高いが、耐久性が高く、粒子の乱反射により、光沢が強く派手な見た目となる。元禄元年、松尾芭蕉の徘徊気候記の一つ、さらしな気候の本文と俳句に巻絵が見える。巻絵は日本の執行で特に特徴的な技法であり、日本では平安時代以降に様々な蒔絵技法が開発され、 他国の執行の歴史と比べても薪絵作品の質と量は比類なきものである。薪絵技法のうち最も古くからある技法が県で薪絵であり、その原型となる起源に関する論考は右与曲折があったが、常に小僧院宝物の金銀伝送、東大東の鞘に施された松金流作と合わせて論じられてきた。なお21世紀初頭時点で研究の結果、 焦燥インフォーモツの95%は外国風のデザインを施した日本産であると考えられているが、金銀伝送東大東の鞘が日本産であったか都来品であったかは未だ不明である。以下に論考の経緯を記す。1878年、黒川りは金銀伝送東大東は都来のものであるが、その技法、マツキンルは平人であって、 薪絵ではないとし、薪絵の起源を平安時代の日本の資料に求めた。1932年、六角四水は、松金流を、金属こと漆をあらかじめ練り合わせたもので絵を描いた、電気差しであって、薪絵ではないとし、黒川と同じく平安時代の日本の資料にその起源を求め、吉野富を松田ゴ六らもこの説を支持した。同じく1932年、 吉野富雄はこれまで一般に、マツキンルと、技法名のように称されて使われていた、正倉院の東大寺剣持町、国家陳邦帳に記載してある、鞘城松がねる作の表記を紐解いて、これは完成品を観察した結果、マツキンを持ってるして作られたものという意味で記載された、ものであって、その制作技法を特定したものではないとし、マツキンルという技法はそもそも存在せず、 トライした、金銀伝層、東大東の装飾を観察したまま文字に起こした、記号的な意味合いのものであるとした。また、正層院の剣物帳以外には、マツキンルという現物も他の文献記述もないことから、勝手に、マツキンルと略さず、原文のまま、マツキンル作とモチールが正しいとしている。このように明治から戦後頃までの論考では、マツキンルもしくは、マツキンル作が、 トライ品に施された装飾であるとしつつも、マツキンルが、薪絵ではないことを論拠として、薪絵の日本記念説が唱えられてきた。1953-1955年の、焦燥院事務所の調査によって、吉野らと共に、金銀伝送、東大東の実物を目にした松言、松田ゴ六は1964年、マツキンルはまさしく後の、いわゆる薪絵の技法になるものと判定し、 これまで支持してきた六角のマツキン・ルイコールレン、久し説を否定した。その一方で交流があり、松田自身、マキエ界の尖閣と尊敬していた、吉野のマツキン・ルという技法名は存在せず、マツキン・ル作とするが正しいという説をも否定し、マツキン・ルを初期マキエの技法名とした。さらに、マツキン・ルと中国風に呼ばれているのは、奈良時代には、マキエという言葉が、 まだできていなかった一証拠として良いとした上で、金銀伝送東大東が日本で作られたものであることを示唆した。その上で、この末カネルすなわち薪絵の技法は中国には今までのところ見られないので、我が国でこの頃創始されて発達したとし、日本起源説を維持した。この松田による発表は、著書、漆の話が執行芸会のベストセラーであったことも、 相まって、その後、マツキンルという初期の技法で作られた、金銀伝送東大東が、牧江の最初のものという説が広く浸透していくこととなる。しかし、翌1965年に、松田は中国を訪問。同年末に、炭鉱新社より発刊された、荒川博一らとの協調、日本の工芸に漆の技法解説の牧江の孔では、それが、 日本独特のものだという説もあるが、最近の中国での発掘調査では、その説は訂正されなければならないであろうとして、薪絵日本記源説の見直しを示唆した。また、発行は、松田の没語であるが、1993年に再版された著書、漆の話の吹きには、薪絵らしいものを中国の戦国時代の遺品に見たと補足されている。2002年、 田川町子は、東大事件もつ町に記載されている単語やその類例を広く比較検証し、金銀伝送、東大等の松金流作について、松金流という技法名は存在せず、現物から観察的に記述したものとして、吉野富夫と同様に、松金流作は、薪絵のように特定の技法を表したものではないという結論に達している。2009-2010年に行われた、 宮内庁焦燥院事務所の科学的な調査研究では、マツキン・ルサクは、県で薪絵の技法工程に近いと結論付けられた。メキシコでは、メキシカン・スパニッシュで、メキシコの漆器のことを、モックというが、これは日本語の薪絵が語源である。南蛮貿易を通じて、マニラガレ温泉で、メキシコに日本の漆器が輸入されていたことが起源である。ありがとうございます。